この曲はもともとクラシックの曲なんですけど、私たちこのバイオリンとコントラバスを使ってるので、クラシックのカバーした曲なんかも弾いたりしてます。バッハの作曲の曲ですね、はい、シルヒトのぞみの喜びでした。これもともとの曲って結構弾いたりする？よく弾きますね。マキロの声が宇宙人みたいな感じ。大丈夫、聞こえますかね？パリパリ言っている。はい、なんか
く、そうですね、弾くことが多い。そう、あの弦楽合奏で弾くことが多いんですけども、うん、こうね、いろんな、声部があって、うん、今のメロディーのところとか、うん、なんかタンタタンタっていう音を弾いてるところとかは、うん、何層もあってすごい綺麗な曲です、うん、はい、まあ、言い訳にぴったりな感じの曲だと、はい、思います。次の曲は、カバーではなくてオリジナル曲なんですが、秘密の木漏れ日という曲をお届けします。この曲は、皆さんの中のこうほっこりするような居心地のいい場所をイメージして聴いてほしいななんて思います。私は結構小さい頃からあちこち転々としてるんですけど、3、4年ぐらいで引っ越しをたくさんしてて、でも一番長くいるのが神奈川なんですね。そうなんです。で、そのお家から海が見えるぐらい近くに海があるんですけど、夏なんかは暑いじゃない、やっぱりお風呂上がりとかにベランダにファーって出て風を浴びるのが大好きです。海が見えるね。海がね、見える。うん、なんだったらお風呂から見えるんだけど、さすがに恥ずかしいから、お風呂ちゃんと閉めて入ってるけど。そう。なので、はい、マキロン家は、の前は、畑だっけ？畑です。畑です。目の前が、ぶどう畑なんですけども、フェンスがね、全部囲ってあるので、何度か前通ったことあるけど、うん、なんかいつも暗いから分かんないけど、ブドウ畑だったので、そう隣も植木畑だし、ま、目の前もそうブドウ畑で、家から見える景色はフェンスです。でもね、落ち着く場所かもしれない、家の近くってことで、じゃあお聞きください。秘密の木漏れ日です。Thank you.
がとうございました。秘密の子もレビューをお届けしました。今日もう暑かったですね。でもここは極楽ですね。ずっとここにいたい。暑いけど、うん、なるべくクーラーつけないようにしようと思って、うんうん、扇風機だけで頑張ってるんだけど、へでも節約いやなんかでも夏を越せない気がして今つけちゃうと。あ、8月ぐらいになったらつけてもいいかなっていうなんか自分の中でなんかあるんだけど、でも出かける、そう1時間前ぐらいにつけちゃった。結局なんか出かける準備してるとすごい暑くなるよ、ね、なる、そう、うん、だからちょっとねちょっと悔しかったです。負けたみたいな。そう、もうつけてますか、クーラー。つけてる、つけてる。ついてません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 。大丈夫かな。大丈夫。夏は好きですか。夏は好きですか。夏は好き、あんま好きじゃないみたいだね。そうですね。暑いの気がせです、ね、でもマキは夏より冬の方が好きです。そう、冬の方が良くて寒い方が好き、冬もあれだもんね。私もね、でも夏も好きかな。夏はなんかこうたくさんなんかイベントごとがあるような気がする。日が長いから海水浴、うん、行きますか。海水浴もそうだし、プールも。プール、あ、去年の夏プール行ったんだけど、うんうん、流れるプールだったんだけど、多分ちっちゃい子用だったのかな、これぐらいまでしかない、ね、なんかすごい恥ずかしくて、こうすごい中腰になりながら歩いた思いがある。周りにちっちゃい子たちばっかりだった。よくよく家族連れの方とかが多かったかな。全然普通に入っていったんだけど、途中からだんだんこうなって、すごい私も行きたいなと思います、うん、はい。そんなわけで夏バテしないように皆さんもたくさん水分飲んでください。もう飲んでますね、たくさん、はい、じゃあ次の曲いきたいと思います、はい、インベスティゲーションです。Thank you.
ありがとうございました。インベスティゲーションお聞きいただきました。昨日もちょっと新宿の方でライブをしてきたんですけど、昨日マキオンが面白い動画があるって教えてくれて、なんか全部赤ちゃんが出てくるんだよね。ちっちゃい子のなんかずっと笑ってる動画とか、初めての大爆笑みたいなやつね。赤ちゃんの面白い動画を集めたやつがあって、それ見てすごい笑ってる赤ちゃんとか出てくるんですけど、すごい号泣をしてしまって、なぜかわかんないですけどずっとなんか泣いてましたそれはすごい感動したので、ちぃちゃんに教えたんです。そうで、昨日もちょっと遅かったんですけど、終わって12時ぐらいに帰ってたのかな、もうちょっと遅かったね。日付変わってからやっと家着いて、出ようと思って、その動画がマキロンから送られてきて、その時すごい喉乾いてて、冷蔵庫の前にいて、麦茶飲もうと思ってて、そこで、でもあんまり夜だから静かに見てたの。でもなんか笑いがこらえなくなって台所で一人笑ってでも面白かった、癒されました。良かったです。はい、機会があったら紹介しますブログとか見てくださいということで、次の曲は、2曲続けて演奏したいと思います。1曲目がカバー曲です。はい、皆さんの方が詳しいかもしれない、うん、ナットキングコールさんのラブという曲と、それからオリジナル曲の晴れた日にはお届けしたいと思います。はい、前この曲ギターと3人で演奏したんで、はい、今日はギターがいなくて寂しいのでギター置いてあるけど寂しいので、皆さんの手拍子をいただきたいなと思います。ちょっとマキロン、じゃあ一緒に手拍子してください。そのテンポで決まります。ありがとうございます。じゃあそのままお願いします。Thank you.
ありがとうございました、楽しいですね楽しかった、ありがとうございました。ラブとそれから晴れた日にはオリジナル曲2曲続けてお届けしました。はい、さて次の曲は、次の曲は思い出になる前にという曲をお届けしようと思います。はい、最近、はい、まあバタバタしてて結構私抜けてるところがあるんですよそれ、ね、でもそう自分で分かっていて、でもそれを、ね、こう周りから例えば家族だったりとか友達だったりとかに言われると、もう分かってるよみたいなそういう風に八つ当たりをする、まだまだ子供なんですけど、でもそれ人のせいにする前に、なんかこうもう一度自分でよく考えた方がいいんじゃないかなっていう一人で判定することがあるんですけど、でもそうやって言ってくれる人がいるってことが、まずは感謝すべきことだなってすごく思います。だから皆さんも何か気づいたことあったら言ってくださいとか言って、いやでもね、褒められて伸びるタイプなので褒めてくださいその点ゾキロもしっかりしてるよね。いや、してないですよ、全然。いや、してますよ。してないんですよ。なんだこれ一応この二人組はちぎちゃんが、リーダーなんですけども。逆転した方がいいね。いやいや、そんなことないです。ちぎちゃんにね、リーダーがいるって思うとやっぱ安心できるのでね、いろいろ周りのことがむしろ見えたりとかするかなとは思うんですけど、もし自分がね、責任ある立場だったら大変だなと本当に思います。ありがとうございます。すごい。いや、今聞いて、そうか、責任があるんだってちょっと自覚しました。しっかりしなきゃいけないですね。本当本当に頑張ります。よろしくお願いします。なんだなんだ。はい。ということで、はい、もう本当にこの時間もうあっという間に過ぎていきますけども、一つ一つがこうね、形がなかったとしても皆さんの心の中に思い出として残っていくんじゃないかなって思います。それがたくさん積み重なったらすごい素敵な人生になるんじゃないかと思います。そうやってライブをする側も聞いてくださる方もその楽しみがあるから毎日頑張れたりすると思うので、このご縁を大切にこれからも頑張っていきたいと思います。では心を込めて演奏したいと思います。思い出になる毎日です。
がとうございました。思い出になる前にお届けいたしました。大切な大切な曲ですので、皆さんの心に残ったら嬉しいです。ということで、早いもので次の曲でマロテの演奏は最後になります。長い心臓よ。すごい牧野初めてやった。シシギちゃんがこうやってシシくれるということで、はい、ありがとうございます。最後の曲は真夜中の影という曲をお届けいたします。ありがとうございます。そうだ、後でチラシを配らせていただきます。そこにドンと書いてあるんですけど、セガの CD のタイトル曲になっています。でも最近よく言われるんですけど、真夜中に影ってできなくないですかって、そう言われると、確かに余計ミステリアスになる。月がある前中もある、ね、影っていう意味があるよね。あ、影、物理的な影なのか、あ、人間の影みたいな、裏側的な感じの。なるほどね。え、ちょっと今頃？でもそうか。そうだね。月があれば影できるから。そうですよね。街灯とかあれば大丈夫。街灯じゃない。街灯。月の影。いろいろ考えるとわけわかんなくなってきますが、でもそう、そういう物理的なものだけじゃないってことだよ。その、はい、人間の陰と陽みたいな、明るいところとそうじゃないところとある方の両面が聞いてて想像できたら楽しいかなと思いますので、お楽しみください。最後の曲、真夜中の影です。
はい、どうもありがとうございました。バローテーマお二人に拍手を。びっくりしたね、ちょっとね、びっくりしたね、ごめんね、びっくりしちゃって。いや、びっくりする姿も可愛らしいじゃないですか、もうね。この寝苦しい夜に、あのバロテの音楽がですね、爽やかな風が吹き込んできました。本当ありがとうございます。いや、何信じてないですかね、チギちゃんっておっしゃるんですか。チギちゃんとマキロン、マキロン、マキロンって傷薬ですよ。ね、言うと思ったよこれ、ね、僕の心の傷も癒してください。頑張れマキロン、頑張れマキロン。一言ですね。よかったマキロンでみたいな感じですね。本当ありがとうございます。今日は CD の方も、はい、後ろの方に、はい、物販用意させていただいて、ね、なんかマグカップも置いてありますね。あれなんですか、歯磨いた後これグラッてやるよね。そうです。それ専用と、あとコーヒー用と、紅茶用と、あとシールとかステッカーね。シールって言わないですよ、今ステッカーって言うんですね。僕らがシールステッカーも販売しております、はいはい、よろしかったらお買い求めください、はい、ありがとうございました。バロテのお二人に拍手をお願いします。いや、素晴らしい、爽やかな風が吹いて、もういいですね、本当最高です。はい、それでは2組目のアーティスト、また可愛らしい女の子が出演しますのでお楽しみください。しばらく休憩します。